数々の漫画賞を獲得したミステリー漫画の傑作、待望の映画化。ただ、時間が巻き戻る、リバイバルってことか。事件を防がなければ時間が巻き戻る。藤沼さん、リバイバルという現象に巻き込まれた男。藤沼さん、母さん、何か変な感じしない？未来さえ分かれば大切な人の命も救えるはずだった。時は進み始めた。母さんが気づいた。母さん、リバイバル、起きろ。嘘だろ、なんで俺小学生に。梨田悟、早く席につけ。わかった、日奈月佳代が殺される前に戻ったんだ。奇跡の夜、来ないで。二つの事件の謎を解くため。待て、悟さんが疑われるなんておかしいでしょ。現在と過去を行き来し、悟さん、なんで愛理まで狙われた。愛する人を守れ、成し遂げるんだ今度こそ。信じるほど。悟さんは犯人じゃない。信じてくれてありがとう。途中で投げ出すんじゃないよ。お前のこと誘拐するけどいい。僕だけがいない街。